これどうですか？これどうですか？はい。おはようございます。おはようございます。私、今日出発です。頑張ります。ヒートボックスがまあ今までのねあれでは一番自信があるというか、まあいい感じになってきてるんで、今回はちょっと頑張りたい。お、ビッツありがとうございます。さてどうしたもんかな。こっちか、こっちですね。ここな。投げれんのかこいつ。無理だよね。どうやってあそこ、あ、 Wii U ですよ。ゲームキューブじゃないですよ。意味ないのかな。ここわかんないな。え、あれ？なんだ？なんか。試しに一匹投げてみるか。意味ねえよな。こいつを投げる。あ、あれ、これもしかして投げるのってため投げみたいのできるのこれ。ひょっとしてさ、あれ、てかやばくね。わっ、うわぁ！マジ？攻撃してくんだこいつ。じゃあ、
え、マジ？こんなに？すげえ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 、なんかやってる、ん？え、あ、えー、そっから行けんだ、木伸ばしてるこれ、ん？木が伸びてる、すげえ、どうしよう、届かねえし、どうやって合流すればいいんだろう、置いてきた、あれ、あ、いた、あー、どうすりゃいいんだあいつら、ここか、ここから降りればいいのか、あと10匹ぐらいか、あれ、ここじゃないか、ちょっと待って、なんかいた気がするんだけどな、違うな、キング鉄、キング鉄ありがとう、しょうがない、こっちか、これか、これで全部、でこっちか、これため投げみたいのができるんだねこれね、ダメか、もっとっから、この辺か、ダメだな、ダメだな、なんで、わっ、鈴かずありがとう、これ無理なのかな、諦めなきゃダメ、でもどうしたらいいんだろう、じゃあもう行くとこねえよ、
とは穴掘るところとかを探す感じになるのかな。これって何？これなんだ？意味ねえか。あ、ここ行きたい。ここはどうやって行くんだろう。何こっち行くか。あれ、さっきのとこじゃんこれ。わかんねえなー。こっち行ってみようかな今度。岩で落としてから赤で攻撃。ああ、なるほど。そういえば、またおすすめ漫画聞きたいんですけど、なんかないですかね。長旅なので聞いておきたいです。山賊ダイアリー。おお、へえ。左利きのエレンはね、読んだっていうか、とりあえず途中まで読んで、なんかなんだろう、響きとか読んだ後だったから、ちょっとなんか被ってんなっていうか、3月のライオンって将棋？どういう漫画でもいいんだけどね。宮本から君へ。バーナフッシュ。フィッシュは古いね。読んだよ、昔。ああ、蒼天航路読もうかな。ちょっと待ってね。あ、狼の口読んだ。全部読んだ。面白かった。ちょっと待ってね。パンチ大抜きなんて漫画ないでしょ。蒼天航路路と、なんだっけ、さっきおすすめつだ、激おすすめつだの飯漫画。宮本から君へ。ゴールデンカムイは結構読んだ。カニ？殻？なんだろう？何の声？
はまだ読んでない。なんとかの形、声の形か、声の形読みます。ルパン三世はまあまあ読んだかな。アオアシジャイアントキリング、クロアゲハってあれかな、キン、あドロヘドロ、それ前進められた。ヘドロ、一応メモしとくわ。で、その中から面白そうなものをピックアップするわ。とりあえず、我らコンタクティね。我らコンタクティ。なんていうんだ ?B-U-T-T-E-R。B-U-T-T-E-R。なんていうんだろうな、ブラム、広告の守護者、まだね、広告の守護者、ちょっと待ってね、あれだ、赤の数がすげえ。バターか、バターってどんな漫画？こっち行ってみるか。お茶濁す、お茶濁す、じゃねえや。ちょっと待ってよ。ここ何だったんだろうな、よく分かんなかったな。あ、あ違うか、あここ始まりか、あサミダレ読んだよ。なんかいるな。ん？あ？これ何？卵？あ、ピクミン、トントロ、スワ、ピンク大好き、スレネイ、ハピミル、ディバクシュ、ゼヒチョン。
ハチクロはね、読んで、ちょろっと昔読んだかな。すえ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 。自虐の歌？ベリリュー、センス、ベリリュー、自虐の歌。ちょっと待ってね、ベリリュー、自虐？自虐の歌。ああ、死んじゃった。お、ピチ。キャプテン、ピチ。ん？どれだ？あ、これか。何これ？これなんだ？トゥフどんどん言うばわレイドスクツフサバイバル読んでないね。ギャラリーフェイクは昔読んだ。ブルーピリオド？ブルーピリオドね。
あ、出てる。なんだここ、なんだここ、ちょ、なんだここ、なんだここ、ちょ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 、頼むよ、ちょっと。わあ、どっか行っちゃった。あべあべあべ。ちょ、まずいまずいまずい。マジ？これはやべえ。じゃねえか。3匹犠牲になったのか。
ああ、さっきメモろうとしてメモんなかった。何だったっけな。あ、そうなんだ。2倍で運ぶと速くなるんだ。宮本から君へはね、メモった。ブルーピリオド。ベリリオはメモった。昔の漫画でもいいよ。存続ダイアリーね。軍なんて言います。軍靴なんて言います。バルツァー、孤高の人。あ、軍か。へえ。お茶にごさメモった。達人伝はちょっと読んだな。アサリちゃんはまあ面白いのかもしれないけど、キングダム読んだ。小国のアルタイル、小国のアルタイル、約束ネバーランド見た。ガンム読んだ。鶴姫刻々、鶴姫刻々、こいつら 100% 伝説。鶴姫、姫刻刻、こいつら、本好きの下克上、本好きの下克上。俺特にジャンル関係ないよ。多分全てのジャンル読むんじゃないかな。まあ、強いて言うならスポーツものはあんま読まないなっていうぐらい。強いて言うならスポーツものはあんま読まない。あんまっていうか全然読まない。まあ、スラムダンクはもちろんすげえ面白いなと思ったけど、それ以外の俺が読むスポーツ漫画って本当キャプテンと、まあ、ボクシング漫画とかはまあ好きだけど、あれ？ちょっと待ってね。
これ新しいとこじゃね。え、どうすればいいんだ。何ここ、なんかでかいのいるな。東京リベンジャーズ？うわ。セキチョン？それソファーソファーソファー。フー、キャプテン、出なくて。え、ボス戦？わあ、数少ねえからきちいな。わわわわわわわ。今のうちか？
あ、新宿スワンの作者。へえ、読みたい読みたい。これ何こいつら。めっちゃ減るめっちゃ減るめっちゃ減る。明るいとこっつったっても明るいとこなくね。あ、こういうこと？足んないか。やべ、あれ、あのチェンジするやつどこだ。形をチェンジするやつ、これか。あ、じゃあこれだ。あれどうやってあれ回収すればいいの？どうやって回収すればいいの？あれ、どうやって回収すればいいんだあれ。こっち側から行くのか。うわ、わかんねえ、わかんねえ。どうやって行けばいいんだあれ。あ、こっちから行くのか。わかった。逃げるか。なんだこれ。出直した方がいいな。ああ、待って待って、
あら、全然いね。黄色増やそう。あれ？ 2 匹どっか行ったな。すげえ減ってんな、おい。とりあえずね、家を1時半ぐらいに出るから、アメリカで何かしらの配信すると思いますっていうか、単純にやることがなさすぎてやると思います。漫画めっちゃメモったわ。この中から適当にピックアップして読みますわ。何日前入り、月曜には入るからか、5日6日前ぐらい、5日前ぐらいか。ビーチ散歩配信、結構電波が弱くてできる自信がないな。スト5も行く、一応ちょっとやろうかな。日本ではしばらく対戦できないし、この日やったら、じゃあちょっとスト5もやるわ。アメリカのね、あれ、なんだっけ、デイトナビーチ。あれ少な、17匹しかいねえじゃん。時差ボケ対策、そうです、完全にそうです。黄色増やすわ。今回は結構今までに比べると自信ありますね、正直。トナメ表とか見てないんだけど、まだ。それにもよるのかもしれないけど。
アケコンは持ってかないね。なんか向こうでヒットボックスちょっとなんか直してもらえるっぽいから。ん ?5 匹いね。なんで ?5 匹足んねんだわ。ん?まあいいか。とりあえず果実ゲットしてくるか。どうやって行くんだあそこ。行き方が分かんねえな。行き方分かんねえや。登れない？ダメか？あれ？結局こうなっちゃう？え？おっと。ボックスのボタンバグ不良。いやなんかそんな苦情は聞いたことないみたいなこと言われて。
違うか。レバー持ってかないよ。そう、時差ボケ対策。まあそれでね、いい結果になるかっていうのはまた分かんないけど、トップ8で流す曲は決まってないね。まあだからといっていい結果になるかどうか分かんないけど、少なくとも自分のプレイの内容というか質は良くなるはず。そのために早く行く。まあ俺ほらランキング回んないから、せめてプレミアぐらい、せめてプレミアぐらいというか、せめてそのプレミア行った時はいい試合したいなって思って、うん、それで早めに行く。あのフランスはそれですごい調子が、体調が良かったからね。あれ？カーロのヒットボックスは、あ、でも最近俺が付け方を教えてからはなんないって言ってたね。プールに8オンいる？マジ？嫌だな。調べるか、向こう行って時間いっぱいあるから。G 戦地と調べるわ。こいつ自身は何が弱点なんだろうな。あ、そういうことか。次はどこだ？やべえよ。すんげえ減ったな、おい。あ、いいのか、あっちか。
あとどこがあんだ、明かり。ここはもうやったし。もうだいたい、あ、これこれでまだ全部じゃない。あ、これか、これあれか。まだ全部じゃない。わあ、え、まだ全部じゃない。あ、あった、一枚あったわ。え、まだあんの？あ、これか。あ、でも間に合わないな。もう一日だけやりたい。もう一日だけやりたい。ちょっともう一日だけやりたい。中途半端で気持ち悪い。Wii U 持っていくことはできるけど、配信はできないね。
おお。岩か、今で落とすのか。うわ、抜き始めた。なんだ。当たんね。なんでこんな当たんないんだ。なんだこれ、なんで抜けるんだ。あれ、どれだっけ。瓦礫があったよな。あれか。ここはどうやって行くんだ。でもこれ、あー、そっか。瓦礫ってまだある。あー、こっからも行けんのか。行き過ぎたか。
すげえすげえすげえ。あ、いった。あ、ん、どれだ、すげえすげえすげえ、楽しい。っていうかなぜ唯一の弱点を、あー下から行っちゃったか。え、まだ、また来てる、また来てる。普通に攻撃しちゃっていいのかな。岩で落ちたりするの、こいつ。落ちるんだ。ようやく。トライトン、トライトン、ありがとう。
そういうこと、うん、強い、うん、すげえな。わ、でっけえ果物が一緒になって落ちてる。ね、早く運ぶらしいから。赤の方がいいか。いや、怖えな。邪魔すんなって。わあ、しょうがない、諦めよう。すげえな。
ああ、一斉攻撃ね。なるほど。よし。まだ時間あるかな。ちょっとだけ、本当にちょっとだな。スト5やって。よいしょ。スト5にしますね。スト5自体は向こうに持ってくから、まあ、G 対策はそっちでやろうかなっていう。今日出発です。PC、そう、PC 版ね。一人練習になっちゃうね、どうしてもね、しばらくは。あれ？そっか、フードは今日じゃないね。ヒットボックスで出ます。また数の子いんの？あれ、マイヤーズ801じゃなくて、現地の対戦部屋は行くけど、みんながだって集まんないと無理じゃん。みんなまだまだ来ないから、しばらくはもう一人用だね。あ、8-1は違う。じゃあ、マイヤーズと、カズノコ。まだカズノコか。この間当たんなかったけど。アメリカで熱帯は無理じゃねえかな。いぶき対策と、マイヤーズって今どっちなんだろうな。さくらとキャミーと、最近どっちなんだろう。募集して今入ってくるかな。平日のこの時間に対戦してくる人いねえか、さすがに。川野が入ってこきたいしねえかな。ケーキ漬けに寝てる？8-1、カズノコ、マイヤーズ全員 C2。 え、俺は C2 なの？いるかな。じゃあちょっと募集してみるか。 C1C1。 あー、なるほど、途中で当たるってこと。ミスタークリムゾン、あ、ミスタークリムゾンか。いや、クリムゾンもやだなぁ。いや、カーノシっていうか、この時間多分対戦できるやつがカーノしかいないんだよね。どんな感じで俺募集したっけ。募集。これか。これを、
頼む、時間がそんなにないから、いる人がいるならすぐ来てくれ。クリムゾンは多分ララと、ララとララとね、ダルシム、プリンセススリム、何使ってる人。クリムゾン嫌だね。ただ早っ、あれ、あ、この人あるじゃん、なんか、あ、グラマスになってるし、ただ3人抜けれるだろうから、ルーザーズでは抜けれそうな気がするんだけどな。ララもダルシムもあんまりね。カリン、カリン、カリンの方がいいかな、さすがに。ラウンド1ファイト。あれ、あれだな、オンラインだとそんなに早く反応できねえな。大会にエドはいないね。これは終わるか。あ、終わんねえわ。全然終わんねえわ。クレイモは、あ、クレイモはいるか。これ今ってタグスト 5?違うな、多分な。ピクミンか。あ、カウンターか、あれ。あ、マイナニか。あー、そっかさ、これ忘れちゃうな。
なのか増えてんだよな。他にこんだけ体力差ったら V リワだね。向こうにポケカ持ってってちょっとフードに相手してもらおうかなと思って。PS4 と PC スト5の入力チェーン、今はほとんど違わないはず。ね、まだフードとやったことない。あいつは初心者だからどうなんだろう。大して変わんねえんじゃない。のお払い配信したいね。どこ行けばいいんだろう。お払いってどこ行けばいいの。やるやる。お払い必要でしょあいつは。前世で何やったんだか知らねえんだけど、さすがにちょっと許してやってほしいわ。ちょっとなんかそういうのに詳しい立川の実家なるほど、立川の実家か。ありがとうございました。だいぶ江戸線分かってきました。ありがとうございました。お、もっちゃん、あのもっちゃんですね。一瞬一瞬
いやそうファン対策はしたいんだよね。この間ファンに負けたし、正直かなり自信のない組み合わせ。これも覚えたいな。エドはねちょっと対策したらやっぱりすげえ良くなったから。いや結局やっぱねそのマイナーなキャラってやっぱマイナーになるだけの理由があって、やっぱキャラ自体は弱いはずなのよ。ただそのみんなの対策が漏れてるから、まあ、本来のキャラ性のよりも勝ちやすいっていう。対策きちんとすればやっぱり厳しいはずなんだよね。一つ思ったのはニーバズが絶対きついこのキャラは。あれ一発目にかけるの大事なんだよね。ほい、うわ、ラッシュがなやっぱちょっと困るんだよな。成功してる人はどこの神社に行くのかって本が出てる。なるほどね。なんかずっとファンのターンなんだよな。ヨンフレキャラは結構真面目に一回固められ始めるときついよなこれ。お払いって金かかんの？お払いって金かかんの？マジか。ダリ。これなぁ。なんだろうな。
好きねえな。あ、何もしないってできんだあれ。そりゃそうか。うわっ、うああ、確かにフードって CPT ゴールド、 CPT でゴールド取ったのっていつ、記憶にねえんだよな。あ、去年勝つだけか。さ、ガイルの相性めちゃめちゃ良くねえか。あとこのなんだ、二観客ピンポイントで刺さってんだよな、ガイルに。ガイルの楽しい時間が全然来ねえ。あ、バカ、残ってたか。You lose.香港のプレミアでエネルニカって優勝。あ、そっか。なるほどね。どうすんだろうな、マジで。これやばくね？どうすんのかよこれ。見てからダイヤして無理だよね、多分ね。もう無理だな、長かったもんね。
あ、好きねえな。なんだこれ。なんかあのフセキックがマジでどうすんだあれ。ガエルリバスピとかか。いやー、ファンわかんねえなマジで。ベガパッチいんのかな今回。いるんか、ベガパッチいるんか。うわ、当たったら終わるなマジで。あれ？音が一瞬消えた。メガパッチはナックルと同じプール。くっそ。ササ。あ、これササか。R の弟子のササ。
あ、スパコンで終わったかな今。足りねえよな多分な。ササってベガだったっけ？バルログじゃなかったっけ？キャラ変えたんだ。あ、技軸崩れすんだ。うわ、はまれた。時間はまだもうちょっと大丈夫。準備はできてるからね。ああ。RT340 340さん、ありがとう。
うマジか。うわーやってあれサのベガ結構あれじゃね、普通に動いてね、ってかあれより強いな。マスターよりありそうだけどな、グラマスぐらいありそうな感じ。終わりかな、ちょっと待ってよ、1個だけ。まあ実況の弟子だからな。不正がマジで分かんなかったな。下パンチ3つでいいのかな、これパンチ3つか。これだけちょっと調べて出かけるわ。この瞬間とかねえの、あれ距離弦か。お、意外と意外と強いかも。あ、負けた時痛すぎるな、負けた時痛すぎるな、これ。これが最速だろ。組んでんだこれ。甘かった。早出しか。あ、こんな早く出すんだこれ。引きつけて打っちゃってたな。あ、早出しでいいんだこれ。飛べたら、ここ、こんな高さで打っていいのかこれ。
この後はどうすんだ、立ち中か、もしくはまあシャン中間でいくか、中継攻め、ほうほう、で、ああいいのか、マイナスだもんねこれね。前に飛ぶとどうなるの？ダメか。後ろもダメ。あれ垂直だっか。ちょっとでも遅いとダメなんだな。サマー撃てないかな。発生いくつだこれ。なんていうんだあの技、なんていうの、ん、タッチショーキック、タッチショーキック連打、発生が 10? 潜伏なんちゃら、潜伏経の移動先くらいで置き技、移動先くらいでは、何を置くんだこれ、リバス、あ、あー、リバスフィリーノか、あー、リバスフィリーノだ、でもこれって多分あれだよな、これに使っちゃうんだ、すみません、じゃあまた、あの、折り返し、はい、かけます、はい、はい、すみません、あ、はい、わかりました、はい、ん？何がいいんだろうな、いや、かなりかなり困るな、これガン無視してソニック打った方がいいんか、これ抜けて足払いってのは多分無理だな、これおそらく、うん、ああそっか、じゃあソニックは一応対策だな、
で着地同時同時にソニック同時にソニックあソニック勝つねソニック勝つねソニック勝つかこれソニックが絶妙なんだよなこれなまあ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 これいいのかあもう来るの分かってたらこれでいいなでもくせえポイントはこれにするかあーそっか臭いそっかメモしとこうこの多分結構リバスピー前提でリバスピーに対してフセッパーしいやでもちょっと待ってよこれ以外のさこれとかどうなのあれかこれが強いなこれってマイナスいくつ